私はケマスクッキング、今日やる料理をね、はい、じゃじゃーん、牛丼買ってきちゃいましたってことでね、今から牛丼食べるぞっていうわけにはいかないんでね、この牛丼をね、使って、このリメイクだね、牛丼からの、リメイクだよ、牛丼チャーハン作ります。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。材料説明って言ってもね、このね、お土産で買ってきた松屋さんのね、牛丼、はい、これにあとキムチね、牛ミチも一緒に買ってきました。あと卵を2個ね、これだけです。今日は包丁すらも使いませんよーだ。はい、じゃあ早速やってみたいと思います。よし、じゃあね、早速ね、作っていきたいと思います。まずね、こうやってね、こうセパレートタイプになってるんですね。最近のやつはもう親切ですよね。でね、これをね、もうね、まずもうぶっかけちゃいますんで、もうこのままね、食べればもう牛丼でめっちゃ美味しいんですけど、これをね、入れた段階でもう少し混ぜておきますね。そうするとね、もうここでもう汁、牛丼のおつゆで、こう、なんていうかな、お米がしっかりこう、離れますよね。で、こんな感じでもう先にね、もうつゆもう入れてもう馴染ませておきますね。もうこんな状態でいいですよ。ね、これでやるとご飯は速攻パラパラになりますからね。はい、そしたらキムチの蓋を開けて、はい、スタンバイ OK ですね。はい、そしたら卵を混ぜ混ぜして、うん、もうできたやつを全部合体させるだけですからね、今日はもうめっちゃ簡単ですよ。はい、じゃあ早速ね、じゃあ、しっかり仕上げてみましょうかね。じゃあね、早速ね、じゃあね、仕上げいってみますか。じゃあね、油まず大さじ1杯、はい、はい、そうしましたら、はい、混ぜ混ぜした、はい、卵ちゃん、まず入ります、はい、いやー、もうね、牛丼ね、安いし、なんだったらもう、なんか、自炊するよりやっぱ安いような気もしますよね。だけど、まあ、いつもいつも同じ感じだと開けちゃうっていうのもあるし、まあ、買ってきてね、後で食べようかなと思ってね、ちょっと冷めてたりなんかすると、そのまま、レンチンして食べるよりもこうやってね、ちょっとひと手間するだけでまたね、違う美味しさがね、ありますからね。簡単なんですけど、まあちょっとね、いつもと違うイメージで食べれるんで、こんな感じもいいんじゃないかなと思ってね、はい、こんな感じで、はい、卵がね、こんな感じで半熟状態になったら、はい、先ほどね、混ぜしておいた、はい、ご飯ね、もうこのまま入れちゃいます。はい、いやー、いい感じ。はい、もう何しろこれはもう牛丼としても味はもう成立してるので、まあそもそももうこれでもううまいはずなんですよ。なんだけど、これでまあ卵入りますよね。で、卵が入って少しこのマイルドになったところに、まあこのままね、別にキムチ入れないで味見してね、そのまま少し味が薄かったら塩コショウで整えるってやり方でもいいんですけどね。まあなんとなく僕の感じだと、これにまあちょっとね、なんていうか、マイルドな卵でマイルドになったところをこうキムチで締めちゃえば、もうそのまま何にもしないでも味整っちゃうような気がします。で、これでまあキムチ入れますね。はい、ね、牛肉とキムチもめっちゃ合いますからね。これで少しこう、なんていうの、マイルドになったところをキムチで味を整えます。はいはい、いやもうね、買ってきたのをそのまま卵混ぜて混ぜ混ぜするだけの感じですけどね、まあ絶対美味しいはずですよ。まあやったら初めて作るんですけど、絶対美味しいはずです、この感じ。よし、はい、こんな感じで、はい、こんな感じでしっかり混ざったら、よいしょっと。じゃあね、とりあえず一回ね、味見してみますね。はい。もうすでに美味しい。すでに美味しいからもう、あれなんですけど、少しね、やっぱりこう卵を混ざったことによってもっさりした感じがあるんで、で、ここでね、多分牛丼のね、汁によって違うと思うんですけど、少し味を締めるためにほんの少し塩だね。うん、ほんの少し塩。はい、これでもう味がもう決まってますもん、絶対に。で、このほんの少し塩入れてちょっと味を締めて、よいしょ、
はい、さらにチャーハンっぽいことになるためには、はい、ブラックペッパー、胡椒もね、ほんの少しこう、ちょっと効かせてあげると、ね、いつもの牛丼とガラッと雰囲気変わりますよ。はい、こんな感じで、よいしょ。さっくり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 。はい、混ぜ合わせたら、よいしょ。はい、こんな感じで、はい、しっかり混ぜ合わせたら、はい、もう完成となります。はい、そしたらね、はい、出来たての牛丼チャーハンを、はい、器に盛り付けて、うわ、もうなんだか、もうめちゃめちゃ美味しそう。よし、はい、こんな感じでね、はい、器に盛り付けたら、はい、お土産でね、はい、一緒にね、もらってきた、紅生姜なんかあったらね、脇に添えてあげて、よいしょと。よし、はい、こんな感じで、はい、紅生姜を脇に添えてあげて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、はい、牛丼チャーハンの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、はね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じこんな感じで、おー、よいしょー。いや、めちゃめちゃ美味しそう。いや、最高の出来ですね、これはね。いや、じゃあもうね、もう食べなくてもね、美味しさがもう分かる感じだけどね。よし、じゃあ早速ね、もうこれを、食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もううまい写真。ってことでね、今日の感じこんな感じだよ。うわー、もうめちゃめちゃ美味しそうなんだけどね。綺麗に撮れてるかな。じゃあ早速ね、食べてみたいと思います。いただきます。いやー、これはね、よいしょ。じゃあいただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。すげえうまいわ。あのね、なんていうかな、この、なんていうか、もう牛丼なんだけど、これ、キムチ入れて正解ですね。このキムチの感じがちょっとピリッとしてて、で、いいアクセントになってますよ。で、この、あの牛肉もね、コロコロね、切らなくていいから、あのまま入れて、もう何にも手間いらずで、そのまんま卵を2個と合わせて、ガーッとこう炒めたら、味見て、ほんの少し味が足りなかったら塩入れるだけね。塩コショウ。まあ、それでね、こう本当に美味しいですよ、このチャーハン。これはいい。あのね、実食してみると分かるんですけど、あのね、本当にね、牛丼じゃない、これは。下手したらね、元がね、牛丼だって言わなきゃ分かんない感じなんですけど、具材もこうゴロゴロ入ってますし、でやっぱりね、最終的にちょっと塩コショウでこうちょっと味をビシッとこう整えたことによって、なんていうのかな、こう牛丼の甘じょっぱい感じから少しシャープな感じのイメージになりますね、これだと。うん、だから、うん、どちらかというとあれかもしれないね、牛丼のイメージじゃなく食べる場合は、汁ね、少なめの方がいいのかな。そうするとよりチャーハンっぽい味わいになりますけど、まあけどね、これはもう、まあ、普通の汁でいいね。汁だくだとどうなんだろうな、分かんないけどね、やってみないと。けど本当にね、もうびっくりの美味しさですよ。だからこの、まあ昼間ね、牛丼屋さんに行ってカレーかなんか、まあ牛丼でもいい、夜もちょっとね、もう買いに行く暇ないからとかつって買っといてもね、まあ冷めたのをレンチンするじゃなくて、こういう風にしてチャーハンにしちゃうと、もう全然もう違うもののようなイメージで食べれます。本当、本当これは美味しいですよ。でね、まあなんか元は牛丼なんで、まあ一応ね、このこういう七味とかももらえるじゃないですか。でこう七味入れて味変もいいですし、あとね、松屋さんだとね、このね、黒七味っていうのが、これも入れてくれるのね。だからこれもね、ちょっと味変でちょっとチラチラと違う部分にこうちょっとね、あ、見えないか、こうやってこうちょっとこうかけてあげて、そしたらこの黒胡椒の部分もこうやってね、いただきます。合いますね。
元が牛タンだから全然邪魔しない。そんでこの七味のあのやつもね、いただきます。おいしい。もうこれは本当に牛丼のリメイクね。牛丼に飽きた時とかね、牛丼昼間買ってちょっとね冷めちゃったりとか、まあわざわざこれを作るために買いに行ってもいいぐらいの美味しさです。ということで今日のねこの簡単料理、はい、牛丼チャーハン、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。